アイテム番号 SCP-740JP。オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコルその大きさから現在 SCP-740JP-1 を物理的に収容することは不可能であるため、SCP-740JP-1 の周辺に会場サイトを建設した上で常時監視を行います。SCP-740JP-1 に近づこうとする船舶などが存在する場合、速やかに接触し乗員に A クラス記憶処理を施し、カバーストーリー、船舶マップの故障による遭難、を施行してください。新たな SCP-740JP-2 個体が出現した場合は速やかに捕獲作業を行い、通常のアホウドリと区別するための GPS 装置のついたタグを装着してください。また、SCP-740JP-2 の総個体数が150体を上回った場合、150体未満になるように捕獲、処分を行ってください。現在 SCP-740JP-1 の存在は、日本政府との協力によって一般社会には秘匿されています。そのため SCP-740JP-1 が記録された著作物や報道は発見され次第速やかに内容を改変、処分されます。説明 SCP-740JP-1 は現在、北緯約32度、東経約143度に位置する総面積およそ 139km2 の無人の浮島です。SCP-740JP-1 には通常の亜熱帯気候における生物の生態系や植物が確認されていますが、鳥類は後述の SCP-740JP-2 を除いて存在しません。SCP-740JP-1 に生息している生物、及び SCP-740JP-1 を構成する物質すべての DNA は解析の結果、アホウドリ、フォエバストリア・アルバトルス、と同種のものであることを示します。これは SCP-740JP-1 内に生息するあらゆる動物、自生している植物すべてに見られます。通常では DNA が存在しない土や水、鉱石などには DNA が物体の構成物質の中に含まれる形となります。しかしながらこれらの動植物、及び鉱石などは DNA を除いて基地のものと特徴、習性や構造が全て同じであり、特別な性質を持ちません。また、これらの動物は島の外部から侵入した生物に対して非常に敵対的かつ排他的であり、結果として外来種や同種族であっても外から持ち込まれた個体などは繁殖を行うことが不可能です。植物の場合でも原因不明の腐敗などによって生存が不可能となります。SCP-740JP-1 に外部から土や水を持ち込み SCP-740JP-1 に直接接触させた場合、原因不明のプロセスによっておよそ1時間後に SCP-740JP-1 内部のものと同様の DNA を含んだものに変換されます。しかし、この変換プロセスがありながら、なぜ SCP-740JP-1 の大部分に接触している海水が変換されていないのかは不明です。解剖された SCP-740JP-2 個体。SCP-740JP-2 発血愛し、動物の死骸などで構成された物体です。DNA の解析では SCP-740JP-1 の構成物質と同様の結果を示すことが確認されています。SCP-740JP-2 はアホウドリであるかのように振る舞い、食性や習性、寿命などはアホウドリのものと一致しますが、排泄を行わないため、接触された物体がどうなっているかは不明です。また一般的なアホウドリとは異なりストレスに弱く、人間に対して非常に攻撃的であるため、十分な装備を持たない人間が遭遇した場合 SCP-740JP-2 からの過剰な攻撃によって死亡する恐れがあります。SCP-740JP-2 は、姿を目視した生物に対して自らをアホウドリであると認識させるミーム作用を持ちます。そのため、SCP-740JP-2 と一般的なアホウドリを見分ける方法は解剖を行うか、特別収容プロトコルで施されたタグで判別する以外ありません。また、SCP-740JP-2 は該当する機関を持たないにもかかわらず、アホウドリと生殖行為を行うことが可能です。これによって新たに誕生する個体は解剖学上アホウドリと同個体であり、SCP-740JP-2 のような異常性も持ちません。これによって、新たに誕生する個体は通常のアホウドリと同種であると定義されています。また、SCP-740JP-2 は雌雄同体であるため、生殖行為を行う際に相手の性別は問いません。SCP-740JP-2 は通常、1週間に3から4体発生します。
この発生のメカニズムは完全には解明されていませんが、SCP-740-JP-1 の土壌の不自然なくぼみや野生動物の死骸の不自然な消失などが確認されているため、島の中のこれらの物体を用いて身体を構築することで発生していると推測されています。SCP-740-JP-1 内部の定期的な調査の結果、生息している生物に対して死骸の数が極端に少ないと報告されているため、SCP-740-JP-2 は動物の死骸から優先的に発生することが推測されています。また、外来の動植物の死骸などからも SCP-740-JP-2 が発生することが確認されているため、SCP-740-JP-1 内で生物が死亡した場合、何らかの変換プロセスによって死骸の体内組織が SCP-740-JP-1 内部のものと同一のものに変換されると推測されています。SCP-740-JP-2 は通常のアホウドリと同様に渡りを行い日本近海に出現することが確認されていますが、通常のアホウドリ及び SCP-740-JP-2 との生殖によって誕生したアホウドリが SCP-740-JP-1 に出現することはありません。そのため、SCP-740-JP-1 近辺に確認できるのは常に SCP-740-JP-2 のみです。ホイ 740-1SCP-740-JP-2 は収容当初、すべての個体が物理的に収容されていました。しかし SCP-740-JP-2 が収容へのストレスによって早死にしてしまうことや、SCP-740-JP-2 とアホウドリとの交配が可能であることが確認されたため、1900年当時に特別天然記念物とされ絶滅の恐れがあったアホウドリの個体数増加を目的とした試験的な SCP-740-JP-2 の活用が、研究員と当時環境庁局長の、氏から提言され、オフアイブ、の承認のもと行われました。結果として2000年現在、アホウドリの総個体数は2000、羽まで増加しています。ホイ 740-2 現在 SCP-740-JP-1 は北西の方向2年間およそ 2km の速度で移動を行っています。この移動に用いられる推進力は不明ですが、財団の懸命な努力にもかかわらず移動速度は年間 2km を下回ることはありませんでした。現在の見込みではおよそ215年後に千葉県、市の沿岸部に衝突すると推測されています。これらの事実から SCP-740-JP-1 が本土に直撃することによる日本全土の地質変換や、それによって引き起こされる多くの人的損失の恐れから SCP-740-JP-1 及び SCP-740-JP-2 を無力化する方法について研究が行われています。追記 740-SCP-740-JP-1 の移動は2002年3月日の時点で確認されており、これは国内で確認されたアホウドリの総個体数が2000羽を記録した日付とほぼ一致します。これにより、SCP-740-JP-1 の移動速度と日本国内のアホウドリの総個体数に因果関係が見られると推測されており、このことからアホウドリの個体数を減らすことによる SCP-740-JP-1 の移動の阻害が、博士によって提言されており、現在承認待ちです。